はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、あちでございます。宗兵さんの三国志展のパート25ですね、やっていきたいと思います。あのね、もうね、もうちょっと泥仕合に近いような感じしますね。まあ逆だ、泥仕合というかね、もう負けかけてますね。あっさり負ける方がいいのかなっていう気もするんですけど、これは痛いなあ。まあとりあえずね、ちょっと移動しましょう。なんて早いんだ、火事が効かないと。何もできないかい、あ、敵が動いとるわ。早送りしときますよね。早送りになってるはずなんですけども、門がね、壊せそうな感がするんですけども、でもこれかなり良くないですね、相変わらずね。あらら、見当違いのところに撃ってしまった。かなりね、この霧のおかげでね、無駄な動きが多いですね。よかったのかい、敵が突っ込んできたのか。門がやっと開いた、どうなんだろう。長領本体、敵兵か、じゃあ突起兵か。そっか、弓打てる騎馬隊なんですよね。おい、やられてってる。孫策混乱しちゃった。岩を落とされて、ちょっとね、ボロボロですかね。兵は失敗したか的のね。でこれが長領の本体で、どう見てもこっちに向いているので、ちょっと私の方はね、負傷兵3000人も負傷してるんですね。仕方がない、ちょっと裏突かれると嫌なんでね、横から攻めていきますね。390か。はい、待機します。孫権は、そんな誘引かけてね、誘引かけてどうなんだい。なんか味方の動きがわけわかんない。門を開けといて突っ込んでいかないのかい。よくわかんないですね。あんまり従軍しない方が良かったのかな。どういうことやろう。まさか撤退考えてんのかな。そんな気がする。撤退を考えてる気がする。強いな。孫権強いね、やっぱりね。親父孫権強いですね。もう士気もね、長方140とか言ってますよね、士気がね。145？ こらダメだな。もう孫策がちょっとかなり辛いのかな。そっか、長領が門のところに来られたらどうしようもないな。これって後ろから、いや横からにしましょう。
ね、もうね、潰しますよ、潰しにかかっちゃいますよ。せめてね、軍港だけでも稼ぎ取りたいね、みたいなね。周りいないんでね、とりあえずここで待機しときましょう。消火がなんとかね、味方立て直しにかかりましたね。あ、孫作の部隊を立て直しにかかったんですね。ちょっとね、うちのね、殿が何をしたいのかちょっとわからないですね。あー、また加計されちゃったか。あ、もう30日目、これどうなんやろ。1ヶ月で肩つかんかったら。三国志1はね、1はあの肩つくまでできるんですけどね、何ヶ月もね。でも1以降は1ヶ月で終わったような気がせんでもないんですけどもね。2どうだったかな。味方同打ちか。これはつわー、もういいようにされちゃってますよね、敵にね。ああ、消化したのか。これもパート、戦争始めてパート3つ超えちゃったような気がしますね。3つぐらいで終わるかなと思ったんですけど、ところがどっこいでしたね。ああ総評さんが低育のね、優位に引っかかっちゃいましたね。これ私何もきっと操作できないでしょうね。うわー、やられてってる。あらやっぱ1ヶ月で終わりですね。負けました。こっからどうなるんだろう。撤退すんのかな。あ、失敗に終わっただけか。おお、総評の功績はね、上がったと思うんですよね。 2部隊捕まえましたでしょ。なるほど、帰りましょう。とんでもなかったですね。無謀でしたかね、うちのね、我が君はね。さあ、じゃあね、3月9日なんで表情もないだろうというところでね、出荷に行って、お、狂言さんがいますね。何か用ですかと。その気になりませんと。あ、帝府は参加してなかったのかな。孫悠ですね。あらら、えらいみんなに嫌われてますね。今日は大いに語り合おう。あ、おお、愉快と。よいしょ。あ、孫作がいいのか。今日もいい天気だなと。ちょっと周遊さんがいるかなと思ったんですけどね。あ、孫作、だいぶ仲良くなってますね。エーデモスコダメ、宝探しもダメ、やだな。荷車の修理ね、これ成功しないでしょ。もう一回見聞しましょうかね。木管の整理もダメだな。あ、ゴロツキ退治、一騎打ちですね。名産の配達、これは何だい。どこかで絹を購入し、あ、受賞に届けてほしいの。いや、やめましょう。ゴロツキにしときましょうね。ちょっと金稼いでおきましょう。一騎打ちですね。はい、どういきましょうかね。うわ、また選べるのが悪いな、これ。切り込み、なぎ払い、ボードにしておきましょう。これはダメだ。持ってき方間違えたな。回避して胴払いして破突にしましょう。ああ、嘘。あ、これはいいわ。一つ胴払い斬撃でどう。ああ、来たか。
あ、でもそんな減らんかった。今度こっちのお返しね。あ、ゴロ付き48しかないですね。じゃあね、もうこれで決めちゃえ。あ、決まらんわ。そら決まらんわ。はい、あいこですね。次かな、決まるとすれば。会議費、なぎ払い、結局。うわぁ。回避、なぎ払い、斬撃でこれで決まったかな。決まりましたね。決まりましたね。相手48ですもんね。地下に戻って報告しましょうと。はい、これで本の気持ちですがということですね。なんか依頼いいのあるかなと。あ、絶戦で勝利なんかこんなんやっちゃダメですね。球場に、あ、狂言さんね。会話になるかな。竜となるを望むか、それとも虎を望むか、人の志を図るにはその顔を見ればよろしい。言ってる意味はよく分かりません。なるほど、言ってましたけど、ほんまか、分かってるのかなとね、いうような感じですよね。動きがないですね。動きがないですね。あ、また狂言さんはちょっと結構です。面会、あ、治安が悪いんで治安をね、治安を提案しましょうか。内政、治安、治安を提案しましょう。うわ、今はその時期じゃあるまいと。じゃあどうするのとね、いうところですね。もうアルバイトしに行きましょうか。一応自宅戻ってみて、お、郊外来ましたね。寒暖できました。あ、郊外親密になってましたね。じゃあね、ちょっとアルバイトで依頼ごと、大酒大会、なんか前回良かったんですよね。前回良かったんですけど、農地じゃない、大崎大会はどこだ。あ、市場か。はい、あ、黄金がね、長領軍が露食に勝ちましたね。まあ露食っていうとね、確か劉備の教えの詩みたいなのやと思いますけどね。もしや下戸でいらっしゃるってね、もうまあ失敗しちゃったね。失敗しましたね。はい、夏なっちゃいました。12半なんですね。集会で怒られましょう。がっかりですよね。ちょっと孫さんと会話しまして、武芸を磨くところで、義兄弟にね、なれる人がいないですね。ちょっとね、また治安を言ってみましょう。今はその時期ではあるまいか。だからちょっと技術をね、やってみましょう。おお、じゃあ何がいいんだい？何がいいんだい？何がいいんでしょうね。関東さんと喋ってみましょうか。武芸を磨くことでというね、武に通じてなければ己を守ることもできんなと。もう関東がね、もうデレに入りましたね。あんだけツンツンしとったのにね。ねえ、周遊ね、周遊ちょっと教えてもらいましょうかね。はい、一騎打ちなのかな。回復を身につけたいとならば一騎打ちで私を破ると、ああいいですよと。勝てればいいんですけどね。さっき勝ちましたよね。前回勝ちましたね。あなたの腕見せてもらおうとね。前回勝ったのはね、ラッキーだったと思うんですよね。あ、よけた。いいぞ。あ、いい。これいいわ。今回いいわ。一旦目いいわ。
はい、で次ね、おお、一つがあるか。回避した家やからこれでいきましょうか。で斬撃と、わあ、いいわいいわこれで、ちょっと当たってたまって、で、あー、一つ、初っ端回避来た家やから一つ一つでいきましょうか。よいしょ、おおおー、あー、いいわこれで、たまってで、勝って、あー、これはいいな、良すぎだで。で、回避、なぎ払い、切り込み、これいつものパターンですね。あ、決まったわ。でも次負けるか。よし、これね、あ、また回避、銅払い、破突でどうですか。あー、いいですね。あー、めっちゃ楽勝で勝った。楽勝で勝ちましたね。あ、これはいいわ。ウームで上げたのよから約束通り教えようということで、回復がね、いつ使えるか分かりませんけどね、半無料だったね、ということでね。あ、じゃあね、この辺でちょっといい時間なのでね、総評さんで三国志10なんですけど、パート25終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。